ネフライトは、日本のプロゲーマー、YouTuber ーー、マイルドム配信者、大阪府生まれ、ゲームウィズ所属、フォートナイトプロ、大阪府出身。2017年、大学の経済学部在学中にデトナチオンゲーミング、オーバーウォッチプロ部門に所属。同年12月の同部門の解散による、オーバーウォッチプロ引退後、ダーウィンプロジェクトのプレイを経て、 フォートナイトワールドカップ開催を知り、賞金の高額さに惹かれて、フォートナイトのプレイを開始する。2018年3月13日に、YouTube チャンネルを開設。2019年1月、株式会社、ゲームウィズに新設された、フォートナイトプロゲーマー部門に所属。本人曰く、複数社を検討した結果、ゲームウィズ社の待遇が最も良かったために所属を、決めたという。 2019年1月9日に、フォートナイトの初のプレイ動画を投稿。2020年3月、著名 YouTuber であるヒカキンとのコラボレーションへ、フォートナイトを教授する動画を掲載して、一躍有名となる。2020年5月より、総合学園ヒューマンアカデミー E、スポーツカレッジのフォートナイト講師を務める。フォートナイトをプレイする前は、ペーパーマンや、オーバーウォッチをプレイしていた。 主な成績フォートナイトが日本語対応したチャプター1シーズン3より本格的にプレイする。フォートナイトバトルロイヤルにおいてプレイヤー100人のうち最後の1人まで残るビクトリーロイヤルを得意とする。自分に有利な地点へと移動を繰り返す立ち回りと正確に射撃して敵を確実に倒すエームが突出しているが他の要素でも他の追随を許さないトッププレイヤーである。 チャプター1シーズン7では世界記録であるソロ31連勝を達成し、この記録は2021年現在でも破られていない。海外プロなどよりはゆっくりとした、丁寧で安定した視点で正確なエイムや建築を行う。フォートナイトの目玉要素である建築を編集を得意とし、その建築を応用して数々のキルを量産してきた。また、 一見役立たないと思われるアイテムを利用した独自の戦術を編み出すことでも知られている。バトルロイヤル開始時に上空からゲームフィールドに着陸するまでの間にラマ型アイテムボックスを発見するラマブリを得意とし空中からラマを見つける待機島から待機島からスナイパーなしでラマを見つけることが可能である。 当然ながらラマはプレイ中に偶然発見されることが想定されており、バトル前に見つけることは想定されていなかったため、この特技はプロを含む多くのプレイヤーに驚きを持って迎えられる。あまりの遭遇率の高さに向こうから会いに来てくれるほどの仲というほどラマを愛しており、実況中に前人未到のマップ上の5体のラマをすべて見つけるミッションを達成した。視聴者や 他の実況者などにも、ダマブリなどと呼ばれ、愛されている。だが、チャプターにシーズン7からはできなくなったことを、検証している。ありがとうございます。